横浜 F マリノスから加入しました高野亮です。マリノスでは、アカデミー含めて長い時間過ごしたんですけど、やはり、もともと試合に出場したいっていうのもありますし、環境を変えて新たな自分のチャレンジとしてスタートもう一度リスタートしたいっていう思いがあったの で今回ジュビロ磐田さんから、熱いオファーを受けたのでそれに応えました。主に、攻撃参加の部分だったり、運動量だったりスピードだったり、推進力が持ち味です。やはり伝統と歴史あるチームなので、J2 にいるチームではないと思っているので、いい選手たくさん揃ってますし、そこに自分が入ったことでもっともっとチームの質っていうのを上げられればなっていうふうに思います。知り合いの選手は、元マリノスは、多分ご存知の通りみんな知り合いなので、あとは鈴木優斗君はマリノスエースの一つ上の先輩なんで、はい、たくさんいます。そうですね、ゆうき君はもう僕が移籍決まった時から連絡くれて、まあ多分これからいろいろお世話になると思うので、まあ、こっちでも引き続きお世話になりたいと思います。そうですね、2年間監督とはやってます。各選手のことをしっかり見てますし、やりたいサッカーっていうのも、まあ、自分なりに少しは分かってるつもりなので、まあ、非常にこうサッカー面においても人間的な部分においても、尊敬できる存在だと思います。まあ、伊藤選手は、まあ、対人に強いですし、こうチームを締めるプレーっていうのもありますし、まあ、ビルドアップも得意だし、まあ、僕は結構隣でやっていたんですけど、すごく頼もしい存在です。人間的にはすごい明るいですし、まあなんだろうな、結構はっきりしてて、まあ接しやすいし元気もあるし2個上ですけど、まあ、ちょっといじりやすい存在で僕は大好きです。結構いじってました。はい今回ジュビロ磐田に完全移籍で加入することになりました。加入したからにはしっかり、ジュビロ磐田としての選手としての誇りを持って、必ず J1 昇格に向けて自分の今ある力を精いっぱい、プレーで荒らしていきたいと思いますので、これからよろしくお願いします。